教えていただきたいと思います。鈴、はい、さんです。よろしくお願いします。皆さんはじめまして、こんばんは、鈴鹿言います。森田さんたちのご紹介、なんかすごくいい風に言ってくださってすごい嬉しいです。ありがとうございます。私はソロになってから、ソロっていうか2人でも活動したりしてるんですけど、まあ、1年ちょっとこうやってオリジナルを作って歌わせていただいてるんですけど、まあ、今回前の2組のバンドさんたちがすごくもう素敵な楽しい雰囲気を作ってくださったので、私でちょっと皆さんのこう気持ちが休憩っていう形で聞いてもらえればいいなと思って、次につなげていけるようなライブをしたいなと思います。じゃあ、最初にやる曲は、その日までっていう曲なんですけど、まあ、ちょっと彼女がいる男の子を好きになってしまった女の子の気持ちを描いた歌 で、ちょっとそうですね、実はその男の子も彼女のその彼女じゃなくてもう一人のその女の子のことが好きになってしまって、その彼女に別れを告げに行くっていうちょっと切ない歌なんですけど、聴いてください。その日まで。
ました。ありがとうございます。皆さん午前中っていうか最初の方はちょっと日差しも強くてすごく暑かったんですけど、まあ、今この時間になってすごい涼しい風が吹いてきたのでちょっと休憩もできるかなと思います。たくさん食べてたくさん飲んで今日は楽しんでいってほしいなと思います。で次の歌に行きたいんですけど、次の歌はずっとこのままっていうオリジナルの曲で、私は海とか山とか川とかすごく自然が大好きなんですね。で、そういう自然をたくさん歌に入れて皆さんに自然の素晴らしさを伝えられたらいいなと思って作ってるんですけど、まあ、次の歌もちょっと片思いの歌なんですけど、まあ、全部妄想ですけど歌いたいと思います。ずっとこのまま聴いてください。
ありがとうございました。ありがとうございます。